クラリネットを演奏する、ベニー・グッドマン。映画、ステージドア・キャンティーンより、ベニー・グッドマン、1909年5月30日から1986年6月13日は、アメリカのクラリネット奏者、バンドリーダー。スイングジャズの代表的存在として知られる。貧しいロシア系ユダヤ移民である、縫製職人の家の旧男として、シカゴに生まれ、 ハルハウスという福祉施設で教育を受ける。さらに地元の音楽教室で無償の音楽教育を受け、10歳の頃には、元シカゴ音楽大学教師、フランツ・シェップからクラリネットの手ほどきを受けた。グッドマンは11歳の時に演奏家としてデビューする。1923年に、ゴルネット奏者のビックス・バイダーベックと共演し、1925年に、 ベンポラック楽団に参加。1928年には本拠地をニューヨークへ移し、翌1929年には楽団から離れてソロ活動を始めた1932年には自分の楽団を結成し、NBC ラジオに定期的に出演。1935年のロサンゼルスの有名なダンスホールであるパロマーボールルームでの大成功をきっかけに、 全米での人気を獲得し、1938年には、カーネギーホールで最初のジャズコンサートを行いスイングの王様と称されるに至る。グッドマンの代表曲としては、ジーン・クルーパの原始的で力強いドラムから始まる、シング・シング・シングなどが挙げられる。リベラル派としても知られ、人種差別が激しかった時代に、テディ・ウィルソン、ライオネル・ハンプトン、 チャーリー・クリスチャンなどの黒人ミュージシャンを積極的に雇用した。大編成のグッドマン楽団のほか、彼らを起用したトリオ、カルテット、セックステッドといった小編成のグループでも演奏活動を行った。またジョセフ・マッカーシーによるハリウッド10への赤狩りに反対したことでも知られている。俳優が中心の反対運動でジャズ音楽家としては、 数少ない勇気ある人物だった。グッドマンは、クラシック音楽の分野でも活躍し、モーツァルトのクラリネット競奏曲やクラリネット五重奏曲などを録音している。また、当時の現代作曲カワルトークとも親交があり、グッドマンに検定されたバイオリンとクラリネットとピアノのためのコントラストは、作曲者及び同時に検定を受けたバイオリニストの刺激との録音が残されている。 他にもコープランドが彼のために、クラリネット競争曲を作曲したほか、バーンスタインとも共演している。1955年には前半生を描いた映画、ベニー・グッドマン物語が公開された。グッドマン役は当時彼のそっくりさんとして、有名だったテレビ司会者のスティーブ・アレンが務め、ジーン・クルーパ、ハリー・ジェームス、ライオネル・ハンプトン等有名ミュージシャンたちが本人役を演じた。 同時にサウンドトラックもグッドマン楽団の演奏で、デッカレコードから発売されたが、グッドマンはこの時の演奏が気に入らず、キャピトルレコードで全く同じ選曲のアルバム、ベニーグッドマン物語を録音した。ベニーグッドマンとペニーリー映画、ステージドアキャンティーンよりハット AB、バイオグラフィー。ベニーグッドマンザオフィシャル、ウェブサイトオブザキングオブスイング、エステートオブ。 ベニー・グッドマン。2010年10月30日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2010年11月5日閲覧。ジャズ、エイフィルムバイケン・バーンズ、セレクテッドアーティスト・バイオグラフィー、ベニー・グッドマン。PBS。2007年3月29日閲覧。バイオグラフィー。ベニー・グッドマン・ザ・オフィシャル、ウェブサイト・オブ・ザ・キング・オブ・スイング、エステート・オブ。 ベニー・グッドマン。2020年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月5日閲覧。他に、グレゴリー・ペック、バートランカスターらも赤狩りに反対した、ベニー・グッドマン・ハインド・エーグレイブ。ありがとうございます。